してやってたんですけど、こういう各ユニットの仮面を手にすることがなかったんですけど、仮面の儀っていう儀でこう手にして、あ、仮面女子になったんだなってすごい実感が湧きました。はい、一緒に派生ユニットのプリズムでも活動していて、本当に振り覚えるのも早いし、すごく努力家だし、なんでしょう、一緒にこのアマガルズを突っ込んでいけるメンバーとして頑張っていきたいと思います。めっちゃ嬉しいです。なんですけど、本当にだから今日 MC でめっちゃ近距離でこの顔の整い具合にびっくりしちゃって、見とれててやばい、半端ない、めっちゃ可愛い、やばい、これはね生で見てほしいですね。本当に綺麗、うん、そうね、ダンスとかもやるたびにどんどん成長してたので、なんだろう、すごく努力家だなって思うので、これからもっともっとマキティのことを知っていきたいなって思います。頑張ろうね。はい。まあ、しっかりしてない人の方が多いみたいなんですけども、その中間層もありまして、ちょうど3つに分かれたんですよ。222でしっかりしている、うーん、中間層しっかりしていないって、それがちょうどあの休日の一部にやっている派生ユニットね、ユニットごとにちょうど分かれてたんです。アーマーガールズは調和が取れてるなと思いました。無理してまとめなくてもいいもう溶けて、なんか元からアーマーガールズだったかのような、まあ、気持ちで活動できていて、きっとマキティもすぐに馴染んで元からアーマーガールズだったような気持ちになれると思うので、みんなすごい、なんですかね、一体となって頑張っていきたいです。
時に入った後輩で、あの入所の期間が2週間くらいしか変わらないんですけど、一緒にステージに立ったことが今までなくて、一緒にステージ立ちたいねってずっと言ってたので、やっとそれが叶ってすごい嬉しかったです。これからね、6人で頑張って、今までで歴代最強のアーマーガールズにしていきたいなって思います。頑張ります。待ってるよ。ハブスで待ってます。見に来てね。